青梅マラソンは、例年2月第3日曜日に、東京都青梅市をスタート地点に、西多摩郡奥多摩町までの区間で開催されている市民マラソン大会である。主催は、東京陸上競技協会、青梅市、放置新聞社などにより構成される、青梅マラソン財団。ボストンマラソンと、姉妹提携をしている。第1回は1967年3月5日に、開かれた。 1964年東京オリンピックの銅メダリスト津村や幸吉が参加したことからキャッチコピーを津村や選手と走ろうとしていたでこのキャッチコピーは第1回限りとなってしまった当時一般市民が参加可能なマラソンレースは日本国内にはなく著名なアスリートと一緒にレースに参加できる大規模な大会として有名になり 今日にわたって全国から参加者が集まる市民マラソン大会となった。2006年までは2月第3日曜日の開催で親しまれたイベントであったが2007年と2008年では同日に東京マラソンが開催されることになったため2月第1日曜日に日程が前倒しされた。2009年は東京マラソンの日程変更に伴い従来の開催日である2月の 第3日曜日2月15日に開催された。2010年以降は従来通りの2月第3日曜日に開催されている。30キロの部と10キロの部を合わせて1万9000人が参加し、沿道には約5万人が観戦している。オリンピックや箱根駅伝、国際レースで活躍するアスリートが出場することから沿道からたくさんの声援を送られる。また、 市民ランナーにも暖かい声援が3 0トルコース全域で聞こえることから、アットホームな市民マラソンレースとして有名である。また、多摩ケーブルネットワークで中継されている。1991年の第25回大会では、大会イメージソング、春呼ぶ祭典が作られ、歌手の三田亮が歌っている。以後、開会式ではこの曲が演奏されている。また、 1991年の第25回大会から公式マスコット、大梅くんが一般公募で誕生した。2001年にシドニー五輪女子マラソンの金メダルを獲得した高橋直子。2004年に野口瑞希がレースに参加し、共に女子の部で優勝した。野口は同年のアテネ五輪に出場し金メダルを獲得した。相田寛平がロードランナーとしての 第一歩を踏み出したのは、この大会だと言われている。w a エイムズ公認の国際大会である。2008年には IAAF によるロードレースラベリングのシルバーラベル大会に認定されている。しかし、大梅マラソンは最長距離のレースで 30km のため、国際的にはマラソンではない。1996年2008年2014年の過去3回。 東京地方の大雪のために開催が中止になった。大大会再備を設けていないため、大会が順延されることはない。2020年には、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ハイタッチを自粛となった。さらに2021年は中止。2022年に延期。制限時間は、2011年の第45回大会から3 0トルの部は4時間。 十キロメートルの部は一時間二十分となっている。地元大梅には、俊足の義足、裏宿、七兵衛の伝承があり、ゆかりの地も多く、見客にあやかろうと参拝に訪れるランナーも少なくない。参加種目は三十キロ 30km 及び十キロメートルである。一万五千人の参加者が走る三十キロメートルのコースは、大梅市の日本タバコ産業前を起点に、奥多摩回廊。 旧大梅街道、国道411号線に沿って、奥多摩方面に 15km 進む、標高差 85.8m で、起伏のある折り返しコースである。ただし、第1回から4回大会のみ、コースが大梅街道を箱根ヶ崎方面に向かい、折り返すコースであった。このコースでは、途中8号線の踏切をまたぐ形になり、当時、本数が少なかったとはいえ、 八甲線の運転間隔以上にランナーのタイム差が出てしまい、踏切でランナーの渋滞を誘発する結果となった。そのため、第5回大会からコースを現行のものに変更し、それ以降スタートゴール地点の若干の修正はありも、ほぼコースは変更されていない。現行コースでは、大目線と沿う,う形で進んでいるが、踏切は存在していない。なお、この大梅マラソンについては、 マラソンと称しながら距離が3 0キロメートルしかないという理由で日本陸連からはマラソンという大会名はふさわしくないという声も上がっている。しかし参加した高橋直子は完走して優勝した後アップダウンが激しいのでフルマラソンと同じ小ーモードです。とのコメントをしている。1981年に瀬古敏彦が オープン参加で 30km を1時間29分32秒で走破したが、2019年に、チェボティビンエゼケールが1時間29分06秒の大会新記録で更新した。近年のスターターは、各界の著名人が務めており、大梅マラソンのイベントの一つにもなっている。多摩ケーブルネットワーク制作で、同放送のサービスエリアでのコミュニティチャンネルで放映されるほか、 2010年までは、ガオラを通して全国にも放映されていた。AB、大梅マラソンの歴史。大梅マラソン。2015年2月2日閲覧。野口が、日本最高で優勝大梅マラソン女子30キロ。47ニュース。2012年2月11日閲覧。小福帝鶴瓶が、鶴瓶上岡パペポ TV で、大梅国際マラソンという名称を広めた。 影響などのため誤解を受けやすいが、大会名は、当初より、大梅マラソンであり、大梅国際マラソンを名乗った例はない。大梅マラソンは、雪で、中止12年ぶりに止め。47ニュース、2012年2月11日へ閲覧。大梅マラソンコースを歩く会公式サイト。ありがとうございます。